さて、今回は推戸の岩にやってきました。今は受付があって、受付でお金をちゃんと払って、間とかが磁力強くなっていますので、分かりやすいかと思われます。どうもこんにちは。 ありがとうございます。今年初、はい、今年初、何度も来てるね、はい、ありがとうございます。さてと、これからしばらく登ります。あ、そうね、こっちから登った方が早いよね、確かね。いい天気ですね今日はね。推戸の石ですね。非常にここから眺める風景は綺麗ですね。それでは、ここの巨石群の周りをこうちょっと歩きながらですね、いただいたパンフレットの内容をちょっと読んでいきたいと思います。推戸石の丘、標高845メーターには縄文時代から、連続した文化があったことは、シュメール文字に象徴されるペトログラフの存在で明らかです。明らかかなっていうのもあるんですが、まあいいや。地元の上中原地区の農家はこの地を赤牛の放牧地として、また再創地として代々受け継ぎ、野焼きや道路の整備を行うことによりその環境を守ってきましたと。あ、この後は別にいいやそういうことが書いてありますね。推戸石の丘にある祭壇 石から北側の直線上に大分県日田市の戸上岳、福岡県宗像大社がある、これを水の道と呼び、南側の直線上には阿蘇山高千穂神社があると、これを火の道と呼ぶと、大陸から縄文の、都会人っていうのかな、海を渡る人たちは日本における神の道を作ったのでは、なかろうかというふうになってますね。まあ何にしてもとにかくですね、ここは眺めが素晴らしい。ずっとこういった火山灰土であって大きな木が育ちにくいということでですね、非常に丘陵がこう続いているのが綺麗にこう見えるわけなんですけども、この奥にあるのが波佐見石だったっけな、よく知らないです、というのがあってですね、この中にこう挟まってみるといいらしいですね。書いてありますね、波佐見石ですね。なんか順路とかもできちゃってますね。昔はね、本当ここ来る人少なかったんですけど、こういう、間にこうなんか挟まれるといいことあるんですかね、ちょっとわかんないんですけど、きっといいことがあるんだと思いますよ。パンフレットに書いてあるかな、波佐見石、左手波佐見石、夏至にはこの岩の間から太陽が昇り、冬至には太陽が沈む、古代日時計の役割があったのではないかと。嘘つきがこの間を通ると挟まれるとの、言い伝えがある。あ、ちょっと通ってみましょうか。ちょっと待ってよ、ちょっと今、僕は体中にいろんなカメラとかいろんなのぶら下げてますからね、これちょっと無理ですね。ここを通るというか入ることすら多分できません。今リュックとか背負ってますから、よいしょ、あ、無理でしょこれは。ちょっとリュックが無理です。リュック無理です。抜けますはい、ということで失礼。素晴らしい眺望を、眺めるだけでも癒されますね。素晴らしいですね、こういう綺麗な中で、こういった古代の、ロマン、
に触れてみるのもいいんじゃないでしょうか。ここの石は結構直をしていてですね、コンパスがねこう置くとこう回ったりとかするということで、まあ一説によるとこの直しているっていうのはですね、いわゆる雷に打たれることによって、磁性が出てくるということらしいですけれども、そういったなんかコンパスがこう動かないっていうのでちょっとした神秘な感じがあるのかもしれません。はい、ちょっとね登ってくるので実は息切れしています。こちらから側から見た向こうは九十連山ですねが見えてます。本当に360度見渡せる素晴らしい眺望の場所だと思います。